こんにちは、マダムミチコです。運命を変える、そして開く3つの名前ということで、お話をしてきたんですけれども、私は、22歳で、仕事名をですね、品川ミチコ、そして、結婚して山野ミチコで、現在のマダムミチコになるわけなんですが、名前を変えるために私の運命が変わったわけなんですね。で、名前を変えることにまたそのどうしてもね、しがらみがねあるので、そういうお話をしてきたんですけれども、私が品川ミチコで仕事名で出るって、これはもうね普通ですよね。まあ芸名として、その独身時代であったとしても、もっと人に分かりやすいお名前に変えるっていうようなことありますけれども、まあ大体旧姓で名乗っているわけですよね。そして結婚、大体結婚すれば、まあ、女性の場合は相手の方のお名前を名乗るということで、これも当たり前のことなんですが、私の場合ちょっと当たり前じゃない部分があったんですね。それはどうしてかっていうと、結婚したお相手が山野美容専門学校長ご夫妻の次男の方だったわけですから、山野愛子先生の後継者になると、いきなり週刊誌などに書かれたりしたわけですね。で、後継者っていうことはどういうことかっていうと、初代が山野愛子先生ですから、まあ、後継者というと、まあ、2代目になるというようなことがですね、いろいろと噂になったり、単に噂っていうのを、まあ、周辺だけじゃなくて、まあ、週刊誌に大々的に書かれたということで、まあ、それはね、前回でもお伝えしてるんですが、まあ、そういうことで私の中には、品川ミチコだって、仕事名なんだから独身のまんまね、お嫁さんに行ったとしても、自分の作り上げてきた、まあわずか2年間でしたけれども、その名前で名乗ってたっていいっていう気持ちもあったくらいなんですけど、まあそんなことは許されませんでね、山野ミチコというお名前を頂戴いたしたわけなんですけれども、まあそこにはですね、いろんな思惑がつきまとうんですね。当の私はもうそんなことを狙ったわけでもないし、お願いしたわけでもないわけで、前日のようにね、品川ミチコだっていいじゃないの、魅力研究家美容家として私自身が、作り上げた世界を持っているんだからと、こういう自信があったくらいだったんですが、まあそういう形になりました。そして、12年間、山野ミチコという名前で活動していたんですが、まあ、いろんなことがありますよね。これは一つ一つ言ってったら、キリがないくらい、何と言っていいかね、まあ、歯車が狂う時っていうのはいろいろあるわけですよね。で、離婚というのを考え始めたのが、4人目の子供を産んでからなんですね。3人目まではなんとか、まあ、夫婦として修復しようということで4人目の子供を産んだんですけれども、やっぱり子はかすらにはならない。私は山野ミチコで、10年間頑張ってきたけれども、このままでいいんだろうかっていう悩みも大きくなって、私自身の人間としてのね、悩みっていうのもありますけど、現実はどうかっていうとですね、やはり美容室も5軒ですかね、その頃5軒持っておりましたし、それでスタッフもそこにはおりますし、4人の子供たちを育てるためには両親に手伝ってもらったり、またヘルプしてくれるね、女性たちがいたりで、まあ、非常に経費もかかるわけですよね。そうなるとどうなるかっていうと、まあ、銀行からお金を借りますよね。で、銀行からお金を借りて、それを上回る利益を上げればいいんですけれども、まあちょっとね、美容室も5軒ともなりますと、流行ってるお店もあるし、そうじゃないお店もあるし、またまあ改装ですとか、そういったことにもお金も使いますから、同時にですね、まあ、私の夫となった人は新たな事業を始めて、まあ、それが1年半ぐらいでちょっとダメになってしまったっていうことで、もう利益を上げるところがないわけなんですね。もちろんマスコミの仕事ね、テレビとか雑誌とか講演とかやるっても、そういうのはもう本当に事業の中に入れるっていうより、そのこと自体が広報にはなるけれども、ものすごいたくさんのお金が入ってくるわけじゃないですよね。だからね、そのいろんなマスメディアを通じての仕事の中で、
当時で一番お金になったのは、本を書くことでしたかね。ですから私全部で37冊書いてるんですけど、まあ、山の道子時代のはそんなないんですけどね。でも本を書くとか、まあ、とにかく、ま、もう全身全霊を挙げて稼がねばならないっていうことがまずありますよね。でそこへ持ってきて離婚、そういうことから逃れたいから離婚っていうんじゃなくて、これを解決するためにどうしようかっていうところで意見がこう食い違っていくわけですよね。私はこうするべきじゃないかとか、なんですかね、まあ、本当にね、車が大好きな人でしたから、もう全部いろいろ金銭的にも苦しくなったんですけど、ある日ベンツがで乗って帰ってきて、これは美智子が喜ぶんじゃないか、子供たちも乗れるし安全だしって言うんですけど、私ベンツなんか乗りたくないし、もちろんね新車を買ったわけじゃないんですよ、親御さんから買ってるんですね、ちゃんとお金出してね。でもそういう贅沢をする必要があるのかなっていうところとかですね、まあ、いろんなその少しずつのその、まあ、生き方っていうよりも仕事の仕方、そういうところの違いが生まれてきたっていう感じでしたね。だから直接私がね、山野愛子大先生とですね、嫁姑としてものすごくいじめられたとかね、まあ他に5人の兄弟がいますけど、5人の兄弟はもう結婚してからもうみんな仲が良かったですね。そんなこともないんですよ。ただやっぱり夫婦の関係になった時に、やっぱり山のファミリーっていうのは彼が住んでる世界、品川道子の世界には品川のファミリーがあるわけで、まあ、そういうところの考え方の違いっていうのは、まあ、当人同士じゃない部分でも当然生まれてはきてましたよね。でそういうものを全部こうクリアにして離婚するには何が一番大事かっていうふうにも考えていくわけですよね。でだん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 、まあ、おしどり夫婦って言われててもなかなかね会うことも少なくなったり、そんなような会うこともと思って、まあ、家もちょっと郊外にあったもんですから、まあ、夫の方は山の美容学校の近所にこう山野のね、寮みたいのがあるのにそこを事務所にしてたりするので、まあ、別々に、別居 みたいなことをしてるんですけれども、いずれにしてもこのまんまではまあ事業的にもね倒産するっていうような、まあ、一部をね、整理するっていうようなことも出てきて、どうしたらいいかっていう時にですね、33でしたかね、33、34ぐらいの時にですね、集英社っていう雑誌が、セブンティーンっていう本がありましてね、その女の子たちを連れてガムサイパンに、海上美容をやると、まあ、船の上での美容ということで、私が、まあ、講師として招かれたわけですね。8日間ですよ、もう今では考えられないですけど、コーラルプリンセスっていうイギリス船に乗って行ったんですけれども、その時に電通の方がね、電通マンの方が、まあ、2、3人いて、要するに集英社に協賛っていうか、そういうねお金を出してるんじゃないですかね、広告費として。で乗ってらして、まあ私は生徒たちに指導すると同時に、まあ、そういう方々とお話しする時間がすごくありましたよね。でその仕事が終わって帰ってきて、しばらくしたらその時の電通マンの方が会いたいと言ってきましたので、お会いしましたら、美智子さんね、こういう仕事があるんだけどあなたが受けてもらえるかどうかというわけです。でどんなお仕事ですかって言ったらば、定人という、まあ、そのところはもう繊維としてね有名な定人ですよね。定人がパピリオっていう、これもまあ非常にね、古くからあるパピリオ化粧品の6割株を買いましたと。それで定人パピリオというコスメを作って全国販売するんですが、そのキャンペーンの私がね、まあ、キャンペーンガールのリーダーみたいになって、まあ、全国を回ってくれないかっていう話なんですよ。で何より私が、もう本当に、
喉から手が出そうなぐらいこの仕事を受けたいと思ったの。まず専属契約料がね、まあ、当時のお金で300万円でしたかね、そしてだから1970年代ですよね、300万円。その他にとあの都心のデパートへ行って、まあ、2、3時間こういろいろね皆様って、やったりしたら、10万で地方行ったら12万っていうことだったんですよ。もうこのね300万円がポンと入るなんて考えられないですからね、私はすぐに受けたいと思いましたけれど、これがまたなかなか難しいんですね。と言いますのは、山の美容専門学校っていうのはたくさんの生徒さんがいますよね。で彼らの目的は何かって言ったら、いずれは美容室をの後継者になるとか自分で美容室を開きたいとかっていうことがありますから、まず学校を出たら修行の場を山の愛子美容室で5年間頑張ればですよ、5年間美容師さんが一つの店で頑張るってなかなかないんですよ。もう長くて3年、もう1年2年で辞めてってしまうっていう、まあ、非常に離職率も高いんですけども、5年間頑張れば山の愛子部員としてのお名前をあげるわよ、つまりのれん分けですね。そののれん分けには別にお金はいらないんですが、そのオープンするにあたっての、まあ、ドライヤーであるとか、まあ、機械をいろいろ揃えたり薬剤を揃えたりいたしますよね。そういったものを当時のお金で60万かな、60万はお買いなさいというようなことですから、ちゃんと山の美容商事っていう会社もあります。まあ、そういうことで、全部こううまくこうリンクして回っているなんていうんですか、会社なわけで、会社もあるし学校もあるっていうことなんですよね。でその中にもちろん山の愛子コスメっていうのはあるわけでございますよ。で当時ものすごく話題になったのはドロンコ美容って、もしかしてねこの YouTube を見ていらっしゃる方でも知ってる方がいらっしゃるかと思いますけど、ドロンコパックとかですね、そういうものを販売してまして、私ももうものすごく私販売するの上手ですからそういったこともね、愛子先生と一緒に舞台に立ってお話ししたり、そういうことでトータル美容の中でこういう風に、美容のものを顔だけじゃなくて頭も体も一つで使いますよなんていうことをお話ししたりしてたわけですね。でそういう立場にある人間がですよ、他のですね化粧品の専属契約、もちろん向こうは向こうで、まあ、山の化粧品をね言っちゃいけないっていうより公的にですよ言うことはないだろうけど、他の化粧品のことは断じてね関わってはいけないと。で私魅力研究家と同時に美容家という肩書きで仕事もしてますので、まあ、講演なんかでは資生堂さんだとか金坊さんだとかね、まあ、そういったところも頼まれていくわけですね。代理店の方が魅力的にならなきゃいけないわよっていうところで言ってたんですけど、それはあくまでも講演でその場だけですよね。販売を私がするっていうわけじゃないので、まあそれはなんとなくやっていたわけですけれども、公にね行きますとかは言わないですけどね、まあ、そんなようなことでやってましたから、山の美智子がですね全国をねキャンペーンして帝人パビリオンでやるっていうことはもう絶対許されないことなんですよ。でまず当然ながらね夫にもちろん相談というか半分8分通り私はやる気なんですし、それも自分のね贅沢とかなんか欲しいからとかそういうことじゃなくて、もう借金返済とねスタッフの人たちに少しでも多くのね、ボーナスを出してあげたいとか、まあ、そういう気持ちもあるわけですよね。だからそういうふうに相談しましたら、まああんまりいい顔ももちろんしませんよね。しないけれども私と同じでそのいただくお金がね大きかったので、当時のね私たちにしてみれば、だからやりたいけどどうかなっていうことで、まあ一応相談はしたらしいんですよ。私は直接まあ相談しなかったかな。それで結局何ヶ月3ヶ月ぐらい、まあ、行ったり来たりしてましたかね。電通さんにも何回も私も参りましたし、まあどのくらいの
まあ、力量があるかっていうのもね、向こうも私を観察する、まあ、男性たちがいっぱいいましてね、そういう方たちといろいろあのミーティングをしてやろうっていうまでには、本契約に行くまでにはちょっと時間がありましたけれども、まあ、結局決まったわけですね。で、決まったということはどういうことかっていうと、やっぱり私は自分はある程度ね、今までの仕事の、まあ、延長にあるわけですよね。美容であり魅力を引き出すっていうことが私の仕事ですから、その延長上にあるものがこういうね大きなキャンペーンなどに招かれるっていう、まあある種自信っていうのはつきますよね。そうすると自立できるかもしれないね。まあとにかくお金がないと前に進めないですよ、何でも話はね。両方とも空っ欠っていうんでね、どうにもこうにもならないわけですからね。それで、やることになったわけなんですけども、そうなった時に言われた言葉が、山の道子だからそういう仕事が来るんだと。山の道子っていう名前がなければないということをですね、相方の方がですね、まあファミリーがみんなそう言ってると。それを聞いた時に私はもう本当にカカ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 ってこうなりましたね。冗談じゃないわよと。山野っていう姓を名乗ってる人はいっぱいいるわけですよ。だから、山野先生なんて誰も言わないんです。下尾の名前を取ってエスコ先生、その名前で言うわけですから、私の場合だったら道子先生とかっていう呼び方されるわけですよね。ですからたくさんいる山野の中で、私は山野道子としてこうやって仕事が来るんだから、そんな山野の名前だけで来てるわけではないっていうのは、こうまたねマグマがねこう盛り上がってくるわけでございますよね。まあでも私は許されたんだからいいじゃないかということで、一番最初は忘れもしません、新宿の伊勢丹でございましたね。でも伊勢丹、もちろんその合併してから今までのお客さんにも何ですか DM を出したりいろんなことしてるんですけれども、もう伊勢丹の売り場、普段はねこうそれぞれこう場所があって化粧品って売ってますよね。でもキャンペーンの時はもう中央に出てくる、一番目立つところにね美容部員の人もいて、でその真ん中に私が立つんですけど、私まあ公園だとかそういったことはかなり慣れてるんですけど、もう全然知らないね空間の中に立って空気を相手にね物を言ってるの初めての経験でしたね。でもねなんかねその時に考えたのは、とにかく、そういうこと言われたわけじゃないんですよ。電通さん契約、電通と私は契約をしたんですけど、言われたわけじゃないんだけれど、やっぱり売り上げがね、これから2つの会社が1つになってやるっていうことは、やっぱり売り上げが悪かったからそういう新たなね、仕組みに変えたわけですから、絶対にその日ですよ、その日だけでも伊勢丹なら伊勢丹でやったら、その日のコスメの部門では1位取ろうじゃないかっていうことを美容部員の人たちとも、ね、やるなら今でしょってですよね。そんな感じで決断式をやって、もう美容部員の人、まあ、トップの人たちはそれぞれ前に会ってはいたんですけど、まあ、伊勢丹なら伊勢丹それぞれのところに、まあ、店長みたいな人がいますよね、まあ、その方たちとちょっと前に打ち合わせをして、こうやってやりました。そうしましたらね、伊勢丹でトップ取りましたね。もう聖堂さん金子さんなんかもちょっと何あれはみたいに、柱の陰で覗かれたりもしてましたけれども、もうこうなったらやるっきゃないって感じでしたね。で1位取りました。次は名古屋の名鉄メルサだったんですけど、もうそれがバーッともうニュースとしてというか1位取ったったら、名古屋もね負けまいってなるわけですよね。だから私は本当になんか自由にね、
まあいろいろその恥ずかしいとかね、私でもね、やっぱり大きなデパートので最初お客さんがない、お客さん寄せて来るわけですからね。ですからその寄せてきた人をその両部員の人にどういかがですか、実際やってみますかってこうやるわけですよね。ですからそういうことは私は初めての経験だった。もうなんかね、もう自分の中で血湧き肉を持ってるっていうか、すごくまあ難しいけど自由、売り上げをもう1にするんだって、もうそれ1点だけに絞り込んでやれるっていうのは、まあ、今思い出してもね、本当になんていうか、燃えましたね。でそんな風にして、まあ、大阪だったら大丸だとかもういろいろ行くようになった。1年契約ですからね。と、まあ、家も開けますね。その間は、まあ、子供たちは おじいちゃんおばあちゃんや、それから、それぞれのね、内弟子さんがいるので、それぞれみんな子供たちをね、一人ずつね、預かってくれたり、いろいろ面倒見てくれたりしてるので、もう私はなんていうかね、徹底的にキャリアウーマンとしてね、私の全知全能を持ってねやりましたね。でその時からですね、やっぱりこう完全に離れて、まあ、ホテルからホテルっていう感じなんですけども、この時のね、一人でいる時間のもう楽しさっていうか、まあ、自由さっていうかがもう味わうことになったっていうことが、私をやっぱり離婚へってだんだんこう足固め、精神的なね足固めになっていったっていう感じでしたね。で帰ってきて、まあ、うまくスケ、大体そのキャンペーンというのは土日にやりますので、まあ、美容室も土日が一番忙しいんですけれども、まあ、ちょっとね、彼らスタッフたちの距離はなくなりましたけど、私とスタッフの関係性も悪くはなかったですね。まあ、非常に私がいろいろ金銭的にも苦労したりしてるけど、いろいろまあね、自分たちの気持ちを分かってくれるっていう風な思いで見てもらっていましたので、だけど土日の一番忙しい時に行って、私もお店に立ってやってたんですけど、そういうこともないからかちょっとこう離れるような感じではありましたけど、まあ、帰ってきますとまた、雑誌の仕事とかテレビだとかいろいろありますよね。でそんなことで1年が経ちましたね。で再契約ってなった頃はもう絶対に離婚したいと、まあ34ですよね。でヒロシがまあ1歳半ぐらいになってきて、まあ他は小学生ですね。でそうなった時に離婚したい、まあ喧嘩しますからね、もう半分は別居状態なんですけれども、まあいろんな嫌々なんかをやって、まあ、離婚っていうところにようやくこぎつけた時は、私は山の家のファミリーには何にも、まあ、ちょっと弟たちには言いましたよね。で弟たちがもうあちらの弟さんですよ、仲が良かったですからね、いや美智子さん自分が自由にそうやってできるんだからさ、まあ、いろいろあるかもしれないけど我慢して離婚まですることないじゃないとかね言われたんですけど、ね、残念だけどなんかっていうような相談はっていうかちょっと打ち明けたっていうのはその程度でしたね。もちろんスタッフにもいませんしね。で、その2年目の時にですね、離婚をした場合という相談をしたんです。で離婚をすることになるかもしれないと、そしたら向こうは絶対に山野美智子って名乗っちゃいけないと言ってると、返事をしろと言ってると、その場合どうでしょうかと申し上げたんですね。そうしましたらね、1年間に全国シェアで 2%、 20% じゃないですよ、に、まあ、2% でしたね、まあ、本当の数字は教えてくれないけど、とにかくアップしたと、利益率も良くなったと、だから再契約しましょうって言ってくれたんですね。その代わり山野美智子さんでいてくださいねっていうわけじゃなくて、あれいいですよと、まあ名前変わるんなら変わってもいいですよとね、でも頑張ってやってくださいっていうふうに言われたんですよ。もうこれが私はもう最高の喜びでしたね。山野美智子じゃない名前になっても300万どころか350万、50万はね、ドレスですね、ドレス代とそのクリーニング代で50万円アップしてくれたんですよ。
で、しかもですね、私がどうしてもやりたかったっていうイベントがあるんです。これは山の美智子のインチャモロジで、こちらに写真でご紹介するものなんですけど、これ、ホテルニューオータニでやったんですけれども、まあ、キャラクターガールっていうテーマでですね、そういうものがもう前からやりたかったんですけど、一回ね、30歳前に桂由美先生と京王プラザホテルのこけら落としに、美容師とデザイナーの、まあ、同じ価値観で認めてもらいたい、なんか美容師の方が地が低いっていうふうに思われてると私は思っちゃいがちでしたから、桂由美先生と私はプロデュースをして、やったことがあるんですけど、もうそれはもうたくさんの美容師さんにね出ていただいてっていうことだったんですけど、山野美智子インチャモロジーっていう自分の名前でやりたいっていうので、これが800人ぐらいのショーだったんですけど、それにも帝人さんとパピリオさんが協賛してお金も出してくれて、これは山野美智子の名前でね、まあ、離婚する前にやったんですけれども、まあ、そんなようなことで、まあ、夢も叶ってはいた部分もあるんですけど、まあ、それも自分で稼いだお金じゃないのっていうのがありますので、ついに、離婚ということになったのが35歳でした。で、35歳で離婚するときにまだ名前が決められなかったので、マダムって思いついたんですね。なんで思ったかわからないけど、マダム美智子ってとりあえずしとこうと、まあ、いずれねまた違う名前か旧姓に戻るか何かして、とにかく山野美智子は名乗っちゃいけないということと、それから、離婚の条件として、共有財産である土地、美容サロン、は全部残していく、私はもらない、共有ですからね。そして、子供は4人とも私が引き取る、しかし扶養料とか、まあ、そういったものは一切ない人ね。だけど親権だけは、長女が20歳になるまで親権だけは向こうが、まあ名前だけはですよ。だから離婚してからも山野っていう名前3人名乗ってましたね。品川博、まあ、芸人になりました品川博だけは、最初から品川を名乗ってたんですけれど、みんな山野っていう名前で玉川学園に行ってたわけなんですけれども、まあ要するに共有の土地サロンはなしと、で子供は私が引き取って、そういった子供を育てるための経費はゼロと、その他にその代わり借金はそのまんまそっちが受け持ってくださいと、そしてその350万っていうのも最後に入れまして、そちらの方のね美容サロンの方の収入にして、とにかくみんなにねお金をね払ってあげてください、まあ、ちょっとねお給料が遅れたりなんかもしてましたし、で結局そのまんまサロン5件あるわけですから、その一件一件また私離婚しましたっていうわけにもいきませんのでね、そんな風にちゃんとした別れもなかったんですけれども、ただあるね美容師さんが私のところに来て、先生結婚指輪を返してくださいって言ってますからって言うんで、まあ、これもちょっとびっくりしましたけど、ああそうですかってご返事をいたしましたけれども、まあ、いずれにしましてももう私はもうやったやったやったもう離婚できたと思いました。しかしね、離婚後ですね、まあ、テリンパピリオの仕事はそのまんま1年間続いたので、それはそれでそれ以後のここに入ってくるギャラは私のものになったわけですけれども、やはり不安ですよね。それって一応お店をね、やはり大変なんだけどお城がなきゃっていう思いも強かったもんですから、美容サロンを開きました。それから自分の名前がマダム美智子っていう名前が受け入れられるだろうか、美容師と思ったのは離婚後8ヶ月後なんですけど、受け入れられるだろうか、受け入れられるっていうのはやっぱり今まで自分が出てきた、
雑誌だとか、ね、新聞だとかテレビだとか、まあ、講演の仕事に依頼が来るだろうかと思っていましたんですが、意外にもですね、まあ、離婚の、ね、記事もこちらに、載っておりますけれども、離婚の時にも随分書かれたその週刊誌の方々が仕事をくれましたね。美容の仕事もそうですし、まだ美智子になりましたよっていうことも載せてくれたりして、本当にね、まあ嬉しく、私はこれでやっていかれるという自信を持ちつつ、不安を抱えつつ、35歳からマダム美智子という名前を名乗るようになって、今年で47年目です。その以後のお話は今後は、いろんな形で現在まで、どのように活動しているかということをお伝えしたいと思いますので、これにて一見3つの名前の変化というか、私なりの人生、まあね、何回も同じことを申し上げますけど、言いたいこともやっぱりありますし、忘れちゃうこともありますし、そしていいことも悪いこともあって、やっぱり白髪道子っていう名前があって、それを山の道子でこうね、水を塗ったりですね、いろいろこうやってきて、現在の山の道子じゃない、自分でも間違えちゃうくらいなんですよ時々ね、マダム道子という名前で仕事をいただけてるのかなというふうに考えております。そんなわけで、いいね、よろしかったらよろしくお願いします。これからもマダム道子名で頑張ってまいりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。